うちの会長は早すぎたんですよ、何でも。ちょっと10年ぐらい早いんですよ、多分。僕はそれ見てるから、早すぎはないんですよ、僕は。待ってる、どっちかしたら。だから水の事業も、僕はもう社内で、20年以上前から行っていた。そのアメリカなんかは、ああいうウォーターサーバーで水を工場で作って配達するっていう仕組み。これはもう、それこそ、僕はもう大学行ってたところにもありましたからね。日本の浄水器 そのビジネスモデルは中途半端やから、その今はない、まだ早いかもしれないと。まだ無理やと。でも、将来は多分水の今のままずっと水質が悪化していくようなのを見てたら、その水道水飲めない時代、完全にやっぱり水道水がもうみんなが怖いで飲まんっていう時代になるんやないやろうかと。だからタイミング的にかなり待ったんですよ、10年ぐらいは。話、いろんな社内で話を、そして逆にうちの幹部の連中からの情報で、もうそろそろいないですかって話で、で動き始めたのが、やっぱりサーバーで冷たい温かいお湯と冷水がね、あえて提供することによってお客様が飲みやすい美味しい状態をその場でこう提供できる、あれが仕組みで大事なんです。水だけじゃないんです。やっぱサーバーが一緒にセットであることが大事なんですよね。一番美味しい状態を提供できるって、すぐ別にお湯沸かさんでいい、冷蔵庫に入れて冷やさんでいい、絶えずいい美味しい状態が提供できる、これがやっぱり一つの大事なビジネスモデルなんですね。だからただ水を配達すれば一文円ないんですよね。だから美味しい水の状態を提供する、その場を提供する状態が大事なんですね。昔はお茶とか水は日本人はタダでどこでも出してくれるのは当たり前だったけど、お金出して買うもんだっていう時代になってきたから、まあなおかつそういう冷たいとか温かいのがその場で飲める、提供してもらえる仕組みっていうのは、まあ、スムーズにお客様に浸透するんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。自分だったらやっぱりね、そういうサービスを受けたいと思いますもん。自分がして、ね、欲しくもないもん絶対無理ですもんね。お客さんにどうですかって言ったってね、自分があったらいいなと思うから、やっぱりそれは無理なく浸透していくんじゃないかなと思いましたけどね。やっぱりボトルウォーターって飲めば飲むほど金かかりますわね。増えてきますよね、経費が。会社でも家庭でも。でこれ逆に今うちが新しい今取り組んでるのは、そのサーバーボトルウォーターじゃなくて水道管から直結で、サーバーに直結して、でサーバーの中にそれこそ RO の逆浸透膜の水を作る工場を、小型のフィルターを何本も入れて、そこでもう純水に、純水器のサーバー、冷温水が出るサーバー、これをレンタルで、そしたら電気代と水道代入れてももう8000円切らない、切るような。だから水をやっぱり事業所とかで大量に飲むところは何万円でかかりますから、だから水道管から引けるような事業所だと、もうそのサーバー使った方がコストダウンになる。だからそういうふうな、うちにとって売り上げ減りますよ減りますけど、お客様のためを思ったら、もう損して得取りはないけど、もしね、そうよそがそうやって始めて、その実はこういうふうにしたらまだ安く済みますよみたいに提案が出たら、エルゼさん何で知っとったのを教えてくれやったのみたいにもなったらね、信用なくすでしょ。だからもう自分のところの売上減ってもいいから、大口のお客様にでもちゃんとご案内出せと、売上一時的に減ってでもいいから、もうそういうものがあるんなら、やっぱりよりいいものをお勧めするのが本来の姿やろうから、ちょっと苦しいけどそっちの方をね進めた方が、将来のはお客様の信用なくさんでいいから、そっちの方もこういうのもありますよということで、今今年の夏前からやっぱり反応は大きいですよ。だから地域密着ということとお客様中心っていうキーワードを
の中で やれる仕事じゃないとうちのカルチャーに合わないんですよ。うちのカルチャーに合わないものはどんな儲かる商売があったとしてもいろんな商売儲かる商売たくさんあると思うんですね、世の中に。だけどうちのカルチャーに合わないものはやっぱり企業のうちの会社の中で定着しないと思う、まあ中小企業だから確かに教育できたらいいんだけど、やっぱりそれなりのレベルの人を最初から入れとかんと会社としてのそのそういう施設なそういう教育機関重たいものを持ちきらんですよね、中小企業だから。だからやっぱり最初からある程度のこうレベルの人どんだけリクルーティングしきるかじゃないかなと思いますよね。でその人たちを、戦力、短期間に戦力にしていく形にしていかないと難しいんじゃないですかね。私が指示待ちでいつまで社長が言うてくれんけって言うて、待っとる、口上げて待っとるよじゃ、ね、彼らがやっぱり自分たちの問題としてどんどん若い人たちとやっていって、僕が逆にブレーキかけるぐらいね、ちょっとお前まだ早すぎらせんかとかね、ぐらいでちょうどいいぐらいじゃないですかね。人間食っていくためにはお金絶対必要ですよね。僕やっぱりうちで、クリーニングで働いてもらってる受付の方たちもそうだけど、金銭的なものは絶対必要だけど、一緒に働いていくのにそれも大事だけど、僕はやっぱりそれよりもお客様からありがとうって言われるのが、その本当にその自分のエネルギーとして、それが嬉しいで働きたいっていう仲間と一緒に働くのが一番いい、そういう人と一緒に働きたいですね。